ラグチャンネルです。今回はこちらモノマスターの最新号を見ていきましょう。今回の特別付録がムーミンとのコラボの本格グリルということで、雑誌史上最大サイズということで、横幅がなんと30センチ近くもあるみたいです。そして今回の特集の方が自分をヒーリングする癒し術ということで、自分を癒すための時間についていろいろ特集されてるみたいです。ぜひこちら買って読んでみてください。はい、では開けていきましょう。裏こんな感じですね。組み立て方法がしっかり書いてあります。材質はステンレス製みたいですね。じゃじゃん、おお、しっかり重い。はい、ということで付録こんな感じになっております。本体パーツが 1,2,3,4 プラス網が1枚、そしてこちら収納袋です。ということでまず収納してみますか。表面には砂布巾が描かれておりまして、上は巾着みたいになってます。全部を一旦重ねてこんな感じで、はい、すっきりいいですね。それでは組んでいきましょう。組み立て方は非常に簡単です。まずはこちらの台座パーツ2枚を本体に差し込んでいきます。でこちらの本体パーツはですね、2枚あるんですけども、形状が少し違いまして、下の方が出っ張ってる方と下の方にスリットが入ってる方があります。でまず最初に使うのはこちらの下にスリットが入ってる方ですね。もちろんキャラクターが外側に来るような形でこちらの台座パーツを差し込んでいきます。はい、こんな感じね。そしたら次にこちらの下が出っ張ってるパーツを同じくキャラクターが外側に来るような感じで差し込んでいきます。そうするとこの下側のパーツがうまく噛み合うっていう感じですね。はい、こちらで本体は完成。非常に簡単ですね。うん、がっちり組まれていますよ。焚き火台として使うときはこのままで、バーベキューグリルとして使うときのためにこちら網もついていますので、これを取り付けていくんですけど、これ偉いのがね、ちゃんとね4隅に出っ張り突起があるんですよ。だからここに網をはめてやれば、この網がねずれずにしっかり置けるっていう感じになっております。この気遣い素晴らしいですよね。横から見るとこんな感じ、側面こんな感じ、本体の下のこの斜めのスリット、これもかっこいい。めちゃめちゃ灰は落ちるかもしれないけど、反対側にもこんな感じで違う感じでイラストが入っております。裏から見るとこんな感じ、普通にかっこいいじゃんね。あの外の小さい組み立て式の焚き火台あるじゃないですか、あれのでっかい版みたいな感じだから、触ってる感じとしてはかなりがっちりしてる。まあもちろんね、あの雑に扱えば崩れちゃいますよ。こんな意地悪な持ち方したり、あでもあそんな崩れないね、うん、そんな崩れないわ。材質もステンレス製で、かなり丈夫に使っていけるんじゃないでしょうか。高さは13センチくらいで、横幅ですよ。じゃ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 ん、はい、30はあんまないか、こんなもんだよね。まあ27くらいかな、奥行きは13センチくらいかな。試しに割り箸なんかを置いてみると、横幅を100均とかで売ってる小さいミニ巻き、これとかもねポーンと入れられます。お、これはもう十分じゃないですか。普通にキャンプとかで全然使えるよね。で網もついちゃったりなんかして、これ2000円はだいぶ良くない？ちなみにみんな気になってるであろう板厚については 0.6 ミリくらいですね。それでは実際に使ってみて終わりたいと思いますが、今落ち葉だらけの山の中なんで別で撮影して終わりたいと思います。それではまた。寒っ、だけ入れとくか。
うまい。普通にいい焚き火台だと思います。そんじゃまたね。バイバイ。